山で危ない場所に入らない。うん、ジン、危険な場所に立ち入り禁止の看板を立てたよ。あっちも大丈夫よ。蜂の巣もないし、蛇もいなかった。そう、みんなありがとう。これで子供たちは安全にピクニックができるわ。ジン、宝探しの宝を隠したよ。全部？あら？ヘイリー、これじゃ隠れてないわ。うわ、宝物を隠すにはこうしなきゃ。頑張って見つけた方が楽しいでしょ。なるほど、そうだね。ジン、僕たちは周りをパトロールしてくる。うん、よろしくね。あ、ウサギだ。え、どこ？ウインナーもらった。宝探しゲームを始めるわよ。やったー。山の中は迷いやすいから遠くへ行かないでね。わかった。はーい。宝はどこだ？ジョニー、そんなところにないよ。見つけたわ。僕も見つけたぞ。ピーター、僕たちも急ごう。心配するな、僕は宝探しゲームの名人だぞ。ここが怪しいぞ。宝物見つけた。何してるんだ？それは石だよ。え、変だぞ。宝がありそうな場所だったのに。わあ、見つけた。何が入ってるかな。きっと大したものじゃないさ。なんだよこれ。リボンじゃないか。似合いそうだ。私のケーキと交換しない？いいの？ケーキの方が嬉しい。二人ともずるいぞ。ピーターの宝物は？ピーターはまだ見つけられてないんだ。宝探しの名人だって言ったのにさ。見てろよ、二人よりいい宝を見つけてやるからな。ここにもないぞ。一体どこにあるんだ？うわぁ、見つけた。やっぱり僕は宝探しの名人だ。こんな場所にあるなんて、きっとすごいお宝だぞ。取った。避難所の確認が終わった。じゃあ戻りましょう。お願い、誰か助けて。この声はピーターだわ。まずい。ピーター。ロイ。大丈夫かい？ピーター、危なかったわよ。アンバー、ごめんね。山には川や崖など危険な場所が多いから注意が必要よ。ヘビやイノシシなど野生の動物も住んでいるから山の奥へ行ってはダメよ。毒がある植物も多いから触ったり食べたりしないでね。木が多い山の中では迷子になりやすいのよ。みんなと一緒に行動してね。ピーター、わかった？うん、わかったよ。山ではもっと気をつけるね。今日は楽しかったね。そうだね。ピーター、宝物は見つかったの？もちろんさ、みんなでもすごいのを見つけた。よし、開けるぞ。じゃーん。空っぽだ。なんだ。
僕の宝物だ。うん、はっ、うっ、火が消えたか再確認。疲れたな。え？ほっ。うわあ、すごい。また新しいテントを買ったのか。そうさ、最新式なんだぞ。今までで一番高かったんだ。組み立ては一瞬だし、夏は涼しく、冬は暖かい。うわあ。じゃじゃーん。ジョニー。あれは何？あれはハンモックって言うんだ。木の間に吊るしてベッドとして使うんだよ。それじゃあ見ててくれ。ロイじゃないか。キャンプ久しぶり。ここでキャンプを？ああ、今日はキャンプ日和だろ。家にいるなんてもったいないよ。見てくれ、世界はなんて美しいんだろう。それじゃ楽しんでくれよ、キャンプ。もちろんさ。今夜はキャンプ場の見回りをしないとな。ねえパパ、魚まだ釣れないの？待ち続けなきゃダメだ、うん、釣りには忍耐が必要なんだぞ、うん、ここ本当に魚なんかいるの？大きな声を出すと魚が逃げてくぞ。あ、パパ、今浮きが動いたよ。お、よし、来たぞ。おー、すごい力。すごい。こりゃ大物の予感だぞ。うん、よし、はい。あら。ピーター、パパのことよく見とけよ。本物の漁師の技を見せてやる。あー、それ何回も聞いたんだけどな。え？ロバート、手伝ってくれ。待ってろ。頑張れ、絶対釣れるよ。パパ、行け行け。パパ。うわ、すごく大きい。うわ、いい匂いだね。パパ、ねえ、今すぐ食べたいよ。よし、焼けたぞ。食べてみろ。わあ、ありがとうパパ。うわあ、おいしい。確かにうまい魚だ。だろ、俺が釣った魚だからね。女の子が一人で歩いていると物音が聞こえました。そしてモンスターが。あそこに見えるのは北極星だよ。昔船乗りたちが目印にしてたんだ。それにあの星はだ。ああ、じゃあもう寝ようか。火の始末は俺がしておくよ。寝てくれ。二人とも楽しんだみたいだ。ここは異常なし。別のキャンプ場も確認だ。あれは火事か。ジョニー、起きろ。パパ、今行くぞ。はっ、くはっ、くけが人が出なくて本当によかった。全部俺のせいだ。火が消えたか確認すべきだった。キャンプをするときは完全に火が消えたか確認しないとね。風が吹くと残り火が燃え移って火事になる可能性があるんだ。火を消した後は完全に消えるのを確認するか水や砂をかけておこう。火が消えたら灰をかき混ぜて水をかけるといいよ。これで完全に消火ができるからね。そして消火器を持っていけば問題が起きても自分で対処できるよ。必ず持ってくる。ありがとうロイ。でもパパ、今夜はどこに寝るの？
二人とも僕らのテントで寝てくれ。いいのか？ありがとうロバートさん。狭すぎるよ。自転車の安全な乗り方。ジェニー、バランスを取ってみて。バランス取ろうとしてるけどできないのよ。そんなんじゃ自転車のテストに受からないよ。受かってみせるわ。じゃあこっちを見て、こうやるんだよ。いくよ。ダグ、冗談だろ。それじゃ君も受かんないって。こうやるんだよ。もう負けるもんか。じゃじゃーん。うわ、やるな。これでどうだ。はほっ。ねえ、どこ行くの。あ、大丈夫？ありがとうポリー。自転車の練習だね。そうよ、でも乗り方を覚えるのは大変ね。だって転んでばかりだもの。そうなんだ。僕に考えがある。練習を手伝うよ。いいの？うん。やったやったよっよっ。転んじゃいそう。ジェニー、車輪を見ちゃダメだよ。前を見て。やってみる。いいぞ、もう少し早く漕いでみて。怖いわ。できるよ。ゆっくり漕ぎすぎると転んじゃうんだ。僕を信じて。わかった。わあ、私乗ってるわ。ポリー、しっかり持ってくれてる？大丈夫、一人で上手に乗ってるよ。そうなの？ちゃんと走ってる。一人で乗ってるのね。気をつけて。大丈夫かい？うん、大丈夫。これからは前を見てね。すごく上手になったね、ジェニー。そうだとしたら全部ポリーのおかげね。覚えておいて、自転車に乗る時のルールその1、常に安全が一番ってね。わかった。必ずいつも前を見るようにしよう。両手でハンドルを握り、ブレーキが使えるようにしてね。前の車輪のブレーキだけを使うと転びやすくなるから、必ず両方のブレーキを使おう。下り坂ではあっという間にスピードが出てしまうから、ブレーキを使って速さを調整するのが大切だよ。道を走るときは、曲がったりスピードを落としたり止まったりするときに手で合図をすることがとっても大事なんだ。そして道路を渡るときは、自転車から降りて歩いて渡ろう。バッチリだね、ジェニー。どうもありがとう、ポリー。さあ皆さん、自転車安全テストが間もなく始まります。大丈夫よ。減点減点減点。残念だけどダグは不合格。うわ、すっごく難しかった。残念だね。よく見てな、こうやるんだ。見てろ、やってやるぞ。減点。やっほー、早すぎる減点。うわ、ケビン不合格。僕がテストに落ちるなんて。次の人は準備してください。どいてちょうだい。あ、ジェニー、やめなよ、まだ乗れないだろ。出ても恥ずかしいだけさ。さあ、行くわよ。やったー。およし、できた。できた。自転車を降りて歩くの。おめでとうございます。エントリーナンバー10、ジェニー合格。すごいよジェニー、おめでとう。やったね。ねえ、私の言ったこと忘れたの？道路を渡
よ。ジェニー、ルールその1、常に安全が一番。まったくもう、あなたたちテストに落ちたんだから余計に気をつけなくっちゃ。わかったよ、それはもう何回も聞いた。あなたたち自転車調べたの？ケビン、サドルが高すぎるんじゃない？わかったって、さよなら。待って、私の安全な乗り方もっと教えてあげるってば。エレベーターに乗る時のルール。ラクダが住んでる場所は？ラクダは砂漠に住んでるよ。お、うわ、さすがだ。じゃあクロコダイルは？クロコダイルは沼地だ。うわ、次が最後の問題だ。ゴリラが住んでる場所は？それはわからない。頼むよ。あと1問で全部終わるのに。そうだ、インターネットで調べよう。僕の家にパソコンがあるんだよ。パソコン？じゃあパソコンゲームをしようよ。違う、宿題の答えを調べよう。行こう行こう。早く行こう。よし、治ったぞ。ちょっと待って。重かった。おい、お前さん、無理やり扉を開いたら故障の原因になるんだぞ。故障？頻繁に壊れる原因が分かったぞ。お前さんのせいだな。すみません、これからは気をつけます。パソコンにはどんなゲームが入ってるの？ピーター、僕たちは宿題をするんだよ。ゲームで遊んでから宿題をしようよ。ピーター、これ見て。ジョニー、何やってるんだ？エレベーターは初めてなのか？うわー、外が見えるぞ。見て、市役所が見える。本当だ。二人ともあんまり寄りすぎると危ないよ。もう着いた？違うと思う。なぜだろう、故障したのかな。二人とも大丈夫？何が起こったんだ？大変だ、閉じ込められた。助けて助けて、誰かいないの？二人とも落ち着いて、暴れたりしたら危ないよ。でもどうするの？そうだ、緊急ベルだ。到着。ここの修理で今日は最後だぞ。誰か助けて。どうした？エレベーターが急に止まって閉じ込められたんだ。なんだって？助けて。大変だ。みんな大変よ。故障したエレベーターに子供たちが閉じ込められたわ。今すぐ出動よ。了解。こっちだ、こっち。僕たちが安全に子供たちを救出します、ロイと僕が屋根から入って救出しよう。ヘリーは空からロープで固定してくれるかな。わかった。アンバーは子供たちを安心させて。え、ボリー、みんな大丈夫？アンバー、すごく怖いんだ。落ちちゃう、助けて。大丈夫、すぐに助けるわ。落ち着いてもう少し待っててね。うん、わかった。ロイ、頼んだぞ。ロイ、クレーンを頼む。了解。怪我はない？ポリー、無事助かってよかったわ。助けてくれてありがとう。チャールズ、緊急ベルに気づいて偉かったわね。エレベーターを安全に使う方法を教えるわ。エレベーターに乗るときは靴ひもや洋服が挟まれないように注意してね。閉まりかけの扉を無理やり開けてはダメよ。エレベーターの中で騒いで衝撃を与えると止まってしまう可能性があるの。
急停止したエレベーターの扉を無理やり開けると落ちる危険があるわ。だからもし問題が発生したら緊急ベルを押して助けを呼んで、助けが来るまで落ち着いて待っててね。みんなわかった？うん、わかったよ。さあみんな、エレベーターが直ったよ。本当？パソコンゲームができるぞ。チャールズ急げ。二人とも宿題をするんだろ。君たち、エレベーターに走って乗っちゃダメだ。ごめんなさい。学校で火事が起きたら、皆さん、新しいお友達よ。おー、トカゲだ、トカゲだ。飼育係は誰がいいかしら。はい、僕やる。僕できるよ、やりたい。あら、チャールズ、今週はあなたにお願いしてもいい？僕、本当に？うん、動物好きのあなたならきっと上手に育てられると思うの。どうかしら。僕に任せて。じっとしててよ。捕まえた。すごい。ねえ、僕にも触らせて。僕が先。やめなよ、いじめちゃダメだ。え、いじめてないよ、こいつと一緒に遊ぼうとしてるだけだってば。そうそう、チャールズも触ってみなよ。そんな、僕尻尾ちぎっちゃった。トカゲは恐怖を感じると尻尾を自分で落とすことがあるんだ。本当？気持ち悪い。いい？トカゲの尻尾には栄養がたくさんあるから、なくなったら大変なんだ。この子はお家に戻すよ。もう触っちゃダメだからね。分かったよ。ごめんね、トカゲくん。すぐ生えるよ。名前をつけないとね。よし、今から君をフィンって呼ぶよ。この方がいい？いっぱい食べてね。ねえ、ドッジボールしようよ。いいね。おいしい？尻尾が生えてきたね。よかった。ああ、水がなくなってる。持ってくるね。あ、なんだ？火事！火事よ！今日は僕のせいじゃないよ！僕も違う。みんな、こっちよ。何があったの？下の階で火事が起きてる。一列に並んでついてきて。はい。みんな大丈夫かい？ええ、生徒たちは全員外にいるはずよ。あれ、待って、チャールズがいないよ。チャールズ！よかった、さあ行くよ。こっちはダメみたい。これはまずいぞ。大丈夫だよ、きっと脱出できるさ。ここだよ、みんな出られないんだ。見て、チャールズだ。まだ教室にいる。チャールズ、チャールズ、チャールズ。ロイ、チャールズは2階の教室にいるわ。よし、了解。誰か助けて。来たぞ、ロイ。よし、行くぞ。うん、じっとしてて。火は完全に消し止めた。怪我人が出なくてよかったよ。ロイ、助けてくれてありがとう。
チャールズ、君はすごく危険な行動をしたね。火事が起きたら荷物は置いたまま急いで外に逃げるようにしよう。たとえ大事なものでもね。一人で行動しないこと、先生の言うことをよく聞いて安全なところに出るまで指示に従おう。火事に気づいたら火災報知器を鳴らそう。煙を吸わないよう注意して体をかがめて急いで逃げるんだ。火が強すぎて出られなくなってしまったら屋上に出て助けを呼んで。了解ロイ、忘れないよ。みんな心配かけてごめんね。大丈夫だよ、君のおかげで僕らのペットが助かったんだ。そうだよ、君のおかげだね。ねえ、フィーもありがとうって言ってる。くすぐったいよ。歩道でしてはいけないこと。ああ、宿題やだな。ああ、それにすごくお腹が空いた。ダグ、少しだけ遊ばないか？ダメだよ、遅くなったらジェニーに怒られる。うん、確かにそうだね。ねえ、見て、ピザだ。今日は先着100人ピザが無料だって。え、ピザが無料？うん、もらいに行こう。イエーイ。あ、でも待って、ジェニーがきっと待ってるよ。ピザ持っていけば遅れても大丈夫さ、だろ？そうかな。そうさ。すみません、通りますよ。今日は休む暇がないわね。さてと、ピザを届けるわよ。はあ、ケビン、もうすぐ着く？もう近いはずだよ。おかしいな、この辺りのはずなんだけど。あったぞ、さあ食べよう。あれ、ピザのお店じゃないじゃないか。看板を間違えた。あら、ずいぶん混んでるわ。うん、それならよし。ふう、到着、7番通り。ふふふふ、ごめんなさい。今度こそこの辺りのはずだ。あれ、待って、匂いがする。ケミン、いい匂いがしてくるぞ。おー、いいぞダグ、君の鼻なら間違いない。ハンクの鼻が近いって言ってる。おお、すごいぞ。あ、見つけた。いいぞ、出た出た。ホットドッグ一つください。やったやったぞ。ダグ、いいから行くぞ。早く行かないとピザがなくなっちゃう。ホットドッグ食べたいよ。すぐ近くだと思うよ。本当にタダでピザがもらえるの？うん、そう言ってた。やったぞ。こっちだ、早く行こう。配達するピザはあと1枚ね。確かこの近くのはずなんだけど。こっちね。え、どうして歩道走ってるんだ？ダグ、急いで、もうすぐ着くよ。今度は本当？早く。スクーターだ。もう大丈夫？クラクラするよ。スクーターで歩道や横断歩道を走ったらルール違反なのは知ってるでしょ？本当にごめんなさい、歩道を走っていることに気がつかなかったの。でも僕たち避けられたよね。そうだね。いや、それじゃダメなんだ。歩道でバイクが向かってきたとしても避けようとしちゃいけないよ。その場に立ち止まって待つか。
もしくは一番近い壁に寄ろう。それからバイクは狭い道でも速く走れる乗り物だから気をつけないとね。特に脇道に入るときやバスから降りるとき、それに歩道を歩いてるときもね。あと二人ともさっきみたいにむやみに走ると事故に遭いやすくなるからね。分かったよポリー。そんなピザ食べ逃しちゃった。一体何をしてたのよ。遅れてごめんよジェニー。うん、ごめんね。さあ早くして、せっかくのピザが冷めちゃうわ。え、うわピザだ。うわ美味しい。あ、おいダグ、一度に一切れにしろよ。僕に連絡がつかなくて今頃大騒ぎかな。うん、心配しすぎさ。助けて、助けて、ボッティだ、誰か、ボッティ、誰か、ボッティ、ケリー、どうしたの。郵便物を届けて戻ろうとしたら橋がなくなってたんだよ。今ここを渡るのは危ないから近くの山小屋に避難して風が収まったらまた来てみよう。どうしたの。これ以上動けない。ダメだよ、中に入らなきゃ。ここにいたらこの風で飛ばされちゃう。でも体が言うことを聞かない。エネルギーか。ボッティしっかりして。大変だ、緊急用の充電器を探さなきゃ。待っててね、すぐ戻るよ。お願い答えて。ジン、まだ連絡がつかないの。見ての通りまだ信号が見つからないのよ。やっぱり心配だからヘリーを探しに行ってくるよ。一人じゃ危ないぞ、僕も行く。二人とも気持ちはよくわかるけど、ヘリーは無線を切ってるのよ。これじゃ探しようがないわ。私はもう少し待った方がいいと。ヘリーだ、森にいるぞ。ヘリー、そんなところで何をしてるの。大変だよジン、一体どうしたの。実は山小屋のそばでポッティのエネルギーが切れちゃったんだ。充電器のある避難所を探してるんだけど、風が強くて見つけられそうにない。うわー、ヘリー、信号が消えた。ヘリーとポッティが危ないわ。みんな今すぐ出動よ。了解。遠くないぞ。ジン、みんな返事して。ここで呼んでも無駄か。ヘリー、ポリー、ヘリー待ってて、すぐに降りるから。うん、助かった、ポリーが助けに来てくれた。大丈夫かい。うん、壊れて飛べないけどね。心配ないさ、僕と一緒に行こう。だけど二人で上がれるのかな。
もちろん信じてくれ。うん、急ごう、水が増えてきそうだ。捕まって。わかった。行くよ。大丈夫かな。おい、ポリ、大丈夫？平気だよ。さあ上がろう。もう少しだよ。うわあ、ポリ！ヘリ、無事かい？うん、僕は大丈夫。ポリは？大丈夫だよ。もう少しだから頑張ろう。えい！ポリ！ほら、あとちょっとだ。大丈夫か？ロイ！ああ、助かったよ。地図を出して確認してみたら。わかった。目をつぶっててね。うん、見なきゃいいんでしょ。お、道に沿ってまっすぐ進んで木を通り過ぎて右に行くと象の岩に宝物がある。お、本当に象の岩がある。象の岩だって。やっほー。トースキー、目をつぶっててって言ったのに。現場の様子を見てきて。了解。どうしよう、どうしよう。あそこだ、クリーニー。来た、フェリー。もう大丈夫、すぐにみんなが来るからね。来た。今下に降りるから。ロイ、アンバ、僕が降りたらバスケットを下に下ろして。了解。バスケットを下ろしてくれ。ああ、了解。
う少し。気をつけて乗って。怖いな。ヘリクリニー、僕が支えてるから怖がらないで。僕できないよ。大丈夫だよクリニー、焦らないでゆっくり乗るんだ。いいぞクリニー。危ないところだったね。ノイ、ゆっくり引き上げてくれ。了解。そうなんだ、キャップにそのことを伝えたら特別な思い出がある木だから絶対に見に行くって言ってた。そうなの、特別な思い出って何かな、とっても気になるな。友情の木だって。この木を友情の木って名前にしよう。それで木に花が咲いたら二人で一緒に花を見に来ようよ。いいね。ねえ木だ、友情の木に花が咲いたんだって。私ね、たまたまポスティに会ったんだけど、友情の木には特別な思い出があるから花は絶対見に行くってそう言ってたのよ。ポスティも覚えてたんだね。作戦成功するかな。大丈夫、きっと成功するわ。あれ、ポスティじゃないか。にいるの？別にたまたま通りかかっただけさ。そこどいてくれる？僕の方が先に来たんだから君がどいてくれよ。いや、僕が先に来たんだぞ、早くどいてよ。なんだって、僕だって譲るつもりはないからね。先に行くよ。僕が先だ。どいてどいてよ。どう、例の作戦はうまくいきそうなの？もちろんさ。ちゃんと仲直りできたかすごく気になるな。僕こっそり様子を見てくるね。気になると全然我慢できないんだから。そうだね。仲直りできたかな。誰か助けて、抜けなくなっちゃった。うわ、一体何がどうなってるの？会えた？大変なことになってる。今映像を送るからね。分かったわ。そんな、なんであんなことに。キャップとポスティが道を譲らずに突っ込んでこんなことになったみたい。早く友情の木のところに来て。了解ヘリ、すぐに出動するよ。切らなきゃいけないんじゃないかな。友情の木を切るなんてダメだ、絶対ダメだよ。そんなことしちゃダメだってば。心配ない、木は切らないし君たちも安全に助けてあげる。ロイ、木を両側から引っ張ってなんとか隙間を作ろう。アンバーはキャップとポスティを押してくれ。了解。みんな準備はいい？ああ、オッケーだポリー。こっちもいいわ。よし、それじゃあ引っ張るよ。
二人とも無事でよかったよ。うん。クリニー。やあクリニー。みんなこんにちは。クリニー、これからボール遊びするんだ。一緒にどう？今日はダメなんだよ。クリニー、しゃっくりしてるんだね。僕もこの間、しゃっくりのせいで大変だったよ。ずっと続くと辛いよね。いつからしゃっくりしてるの？昨日から。昨日から？スプーキー、君はどうやって止めたの？どうだったかな。やあみんな、やあポリ、やあヘリ。二人とも、どうやったらしゃっくりが止まるか知ってる？しゃっくり？実はね。あれ、クリニーしゃっくりしてる。昨日から今までずっと続いてるんだって。それは辛いだろうね。ポリ、どうしたらいいのかな。そうだな、しゃっくりは時間が経てば自然に止まるはずだけど。クリニーかわいそうに。しゃっくりどうして止まらないのかな。あ、思いついた。クリニーのしゃっくりを止める方法。教えて。こっちに来て。クリニー、助けて。スプーキー、頑張って。すぐに助けるから。ヘリー、何か引っかかってる。ちょっと確かめてみて。これかな。
けど、どうしてこの池はゴミだらけなのかしら。この前の大雨でゴミが流れてきたみたいだね。いいよヘリー。ありがとう。本当にありがとう。どういたしまして。ごめんクリニー、こんなことになると思わなくて。いいんだよ、僕のためにしてくれたんだから。あら、クリニー、しゃっくり止まったみたいね。うわ、ほんとだ、やったー、しゃっくりが止まった。よかったね、クリニー。スプーキーの作戦は大成功だね。ありがとう、スプーキー。ひひ、どういたしまして。うわー、切手がたくさんある。これすごいね、ポスティ。ありがとう、時間があるときに集めてたんだ。実は僕も集めてるんだ、よかったら今度見に来ない？ほんと？じゃあ明日寄らせてもらうね。僕のも持っていくから交換しよう。わかった、それじゃあ今日はもう行くよ。タイタンのところに行かなきゃいけないんだ。タイタンのところに？今日は春の大掃除だからたくさんゴミが出るでしょ。クリニーだけじゃ大変だから、タイタンやレスキューチームと手伝うんだ。へー、うん、僕もたくさん捨てるものがあるの。ちょっと待って、郵便物に異常があったみたい。待っててね。大丈夫だよ、僕もう行くから。切手はどこに置けばいい？どこでもいいよ。うん、それじゃあこの引き出しに入れておくね。それじゃあ明日ね。うん、明日。バイバイ。異常はなし、異常はなし。僕だよ、取りに来たよ。入ってクリニー。待ってて、まだ仕事が終わらないんだ。うん、大丈夫、場所を教えてくれたら持っていくよ。あ、部屋の隅っこにまとめて置いてあるよ。本当にこれ全部捨てちゃうの？そうだよ、掃除道具だけを残してあとは全部捨てるんだ。うん、わかった。今日も頑張るぞ。そうだ、リフティと切手を見せ合うんだった。切手はどこにあったかな。この引き出しに入れておくね。うん、引き出しだ。でも机は確か。うわ、大変だ、僕の切手。それじゃあ積んだ荷物をゴミ捨て場に持っていくね。うん、OK、じゃあ行ってくる。ありがとう、行ってらっしゃい。タイタンがゴミ捨て場に運んでいったところだよ。え、待って、タイタン、ポスティ、どうしちゃったの？タイタン、行かないで。ああ、どうしよう、追いつかなきゃ。大丈夫だよ、タイタン。ポスティは？あそこで動けなくなってる。あ、クリニー、あとは僕たちに任せて安全な場所に避難して。わかった。ロイとヘリーはポスティを降ろして、
アンバーと僕はタイタンを助ける。了解。了解。ポスティ、すぐに助けてあげるよ。僕は下を持つからアンバーは上を。いいわ。頑張れタイタン。1、2の3。助かった。いいよロイン。よし。